は、ルコルビュージエが独立した建築家として最初に手掛けた作品である。その外観から白い家とも呼ばれる、この邸宅は彼の出生地であるラショードフォンに1912年に建てられたもので、もともとは両親のために建てられたものであった。指定として使われ続けたが2005年に一般公開され、その後、 フランスの世界遺産暫定リスト記載物件であり、6カ国、内し7カ国での共同推薦が行われた、ルコルビュージエの建築作品近代建築運動への、顕著な貢献マイナスの構成資産にも一時、含められていたが、最終的には除外された。ルコルビュージエは1900年に、地元の美術工芸学校に進学し、時計職人としての彫金などを学んでいた。 1904年には市であるシャルル・レプラトニエが美術装飾高等科を設置しており、そこで学ぶ中で建築への関心も芽生えていった。1912年2月に、当時まだ本名のシャルル・エドワアール・ルジャンヌレで活動していたルコルビュージエは、自分が生を受けた町ラ・ショード・フォンに建築事務所を構えた。この年に25歳になった。彼は、 レプラトニエや地元のアール・ヌーボーの様式スティル、サパンとは距離を置くようになっていた。彼は、東欧やオリエントを旅して回り、地中海の建築的伝統を見出すとともに、モダニズム建築の担い手たちと接点を持った。白い家は彼にとって、最初の自由でかつ個人的な作品である。それは、両親のために建てられたもので、彼らは1912年11月に、 その所有権を手に入れた。ルコルビュージエ自身も1917年まではそこで生活し仕事もした。この家の建築費がかさんだ一方、ジャンヌレイエは時計製造業に携わっていた父親の仕事が振るわず母親のピアノ教師としての収入によって支えられていた。そうした事情も関わって1919 19年に ジャンヌレイエは引っ越し、売りに出された邸宅は、ジュケールという人物の手に渡った。ルコルビュージエは売却後の室内装飾にもこだわりを示し、ジュケールに対し、自身の構想に合うアンティークや、自身の設計した家具などを購入するように進めていた。その後も2000年までは所有者が何度も変わったが、その後設立された、白い家教会が管理を行い、 修復工事を行って2005年に一般公開された。2009年にルコルビュジエの建築と都市計画に含まれる22件のうちの一つとして世界遺産委員会に推薦されたが情報紹介と決議された。2011年にルコルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスと改定されて、 再推薦された19件にも含まれていたが、登録延期と決議され、世界遺産への登録には至らなかった。その後、最終的な推薦物件からは除外された。ジャンヌレ・ペレテンは20世紀の先駆的建築の霊章であるとともに、ルコルビュージへの進歩の証でもある。その新古典主義的な特色は、地元のアール・ヌーボーと決別するもので、彼が、 パリのオーギュスト・ペレやベルリンのペーター・ベーレンスのもとで学んだことや、1911年の東欧、ギリシア・トルコへの旅行などの見聞を結実させたものである。のみならず、それが示している連続窓、上のテラスや建築的プロムナードなどの点は、ルコルビュージへのピュリスム建築の特徴となるものを予告するものであった。ありがとうございます。